こんにちは、ゆるのりです。今日はね、日産のノート、これを借りてみたいと思います。カーシェアリングカレコですね。予約してあるので、今折りたたみ自転車で向かっているところです。ようやくカレコの駐車場に着きました。ノート。まあカーシェアですからね、一番安いグレードですね、多分 F とか S なのかな、ちょっとわかんないですけど、うん、近未来的なデザイン。日産最近はね、変わったっていう感じがこの車から伝わってきますね。タイヤを見てみましょう。エナセーブですね、ダンロップエナセーブ、185の65、15インチですね。僕乗ってるフリートと同じ。これ実はね、鉄筋ホイールなんですよね。鉄筋ホイールをホイールキャップがね、うまくデザインして全然安っぽく見させない。このホイールのデザインがね、秀逸だと思いますよ、ほんと。折りたたみ自転車を折りたたんで乗せよう。なんかテレスコの調節範囲がすごく大きいような気がするけどここがトンネルみたいになってるんだ。すごいな、こういう形状もすごい。まあナビはすごいちっちゃいのがついてる、液晶パネルのスピードメーター。さあ行きましょう。日産のノートですね。加速が非常に糸を引くようにね、もうスーッと行くんで気持ちがいいですね。とても気持ちがいいです。乗り心地に関しては、まあ、ソフトっていう感じじゃないですね。どっちかっていうとちょっと硬質な感じですね。ただそのひどく硬質な感じじゃないです。ここの段差で分かります。悪くないですね。ちょっとやっぱりでもまあ、僕が乗ってる今いつも乗ってるフリードなんかよりは衝撃がきますね。まあミニバンなんでね、ソフトな味にしてるんで、それと比較するのはどうかと思うけど、やっぱりちょっと欧州車を意識した作り乗り味かなって感じ。電気の力で走るからね、そっちのフィーリングはすごくいいですね。まあ、僕はフィットにはね何回か乗ってるんで、フィットとの比較していこうかと思うんですけども、フィットよりはやっぱりね視界が悪い。ちょっと囲まれ感があってね、フロントガラスの面積もちっちゃいから、で天井もちょっと低い感じがするな。でやっぱりピラーがね、ここのサイドピラーが大きいから曲がるときにちょっと死角ができちゃうかな。まあその分なんか見た目は非常にスポーティーですよね。ロードノイズは静かですね。車内は静かです。やっぱりね、電気自動車みたいな感じなんでエンジンの音はほとんどしないし、外からの音もよく遮音されてる。ロードノイズも、まずまず静かじゃないですかね。まあ、乗り心地は、可もなく不可もなくっていう感じですかね。特に良くもなければ悪くもないかな。まあ、このクラスのコンパクトカーの平均ぐらいの乗り心地じゃないかな。ややっぱり欧州車寄りの乗り味に近い、ちょっとコツコツってする感じもあるかな。そんなにひどくはないけど、まあ、ソフトではないですねこれ。
この車はとにかく売りはもう電気の力で走るっていうのが一番の売りですからね。かれこれ借りた車だから自動運転のやつが全然ついてないんですよ。これオートクルーズコントロールがついてないし、なんか日産売りのプロパイロットっていうのも味わえないね。それでは残念。高速での安定性はやっぱりいい。100キロぐらいは知らぬ間に出ちゃうって感じ。モーターの力も強いから、まあ、これ本当高速寄りのセッティングですね。ドイツ車みたいな感じ。フィットはどっちかというとフランス車をイメージして作ったって言ってるぐらいだから、若干やっぱりソフトに感じるわけですね。この車まだカーシェアに出てきてから344キロしか走ってないんだ。まだ新車ですね。だからまだちょっと硬いのかもな。だんだん何千キロと走っていくうちにしなやかさが出てくるかもしれない。それはちゃんと考慮しないといけないですね。道の駅花園に到着。もう一回ノートの外観見てみましょう。本当にかっこいいんだよなこの車。リアビューもねすごい素敵、かっこいい。この色がまたいいよな、このネイビーの色。ホイールもすごくデザイン性を感じる。やっぱりこのデザインだったらスポーツ仕様にしたいよな、スポーツな足回りに。デザインで選んでもいいような感じ。そんな車。ここの道の駅ものんびりしてていいですね。天気もいいし気持ちがいいわ今日は。最近はカーシェアリングの車増えましたよね。ラブ4のアドベンチャーとかもカレコで借りられるんだ。ワンペダルドライブがいいですね。まあ本当にこれがこういう山道走っててもすごくいい。シフトのレバーとかをその代わりをね、この足のアクセルワークでブレーキかけていく感じがするからすごくいい。ブレーキペダルを踏む回数が圧倒的に減るわ。まあ先代のノートはね止まるところまで持っていけたみたいなんですよね、このアクセルワークで。今回のはそこまでいかないけど最後のクリープ現象だけは残るみたいなんですけども、それでも普段こういう車を乗ってない僕からするとちょっと革新的な感じする。この車はスポーティー走行もすごくいい。フィットとはねちょっと方向性が違いますね。フィットはやっぱり顔も優しいしね、最初の印象がもう優しくしっとりマイルドっていう感じを最初受けるけど、この車は顔つきもねスタイルも精悍だしね、それに合うようななんかキビキビした足回りですよね。まあ、それに慣れてくるとでも楽しいって感じが上回ってくる。やっぱりちょっとねスピード出したくなる。パワーもあるから電気の。このワンペダルドライブもねすごくいい。僕も最近ねブレーキペダル踏むのさえ面倒なんですよ。いやマジワンペダルドライブ最高だわ。これだけでも本当欲しくなってきた。で信号で止まったらねブレーキホールド効かせればブレーキペダルから足離せますからね。もうブレーキペダルを踏む時間がね
このノートにおいては非常に少なくなりますね。ワンペダルドライブでもうアクセルワークだけでブレーキ効かせられるから、ノートとてもいいですね。全体的にはすごくいい出来だと思います。僕が一番気に入ったのはね、ワンペダルドライブね、こういう車乗ったの初めてだから、もうブレーキ踏むのが最近めんどくさい僕としてはね、このワンペダルドライブ本当いい。止まるところまではいかないけど、もう止まる寸前まで行くから、ブレーキペダルを踏む時間とか回数が本当減っていいですね。あとブレーキホールドボタンですね、これがありますんで、止まった後もね、信号とかでブレーキ離、ブレーキペダルから足離せます。これも楽ちん、もう使ったらやめられないです。これがついてます、もちろん。でそれにね、ブレーキホールドメモリー機能つって、多くのね日本車はまだね、エンジン切るとそのブレーキホールド機能が解除されちゃうんですけど、このノートはねいち早くそれをメモリーさせてて、エンジン切ってもですねその機能が維持されるんですね。これもすごくいいです。まあ、この2つが楽な車が好きな僕としてはね、本当にこのノート魅力的に感じた。あとはやっぱり電気自動車に近いっていうことでですね、もう電気の力でほぼ走ってるっていうことらしいんで、もう加速感がすごくスムーズですね。スムーズでパワフル、ハンドリングもいいんじゃないかと思います。なんか遊びがあんまりない、クイックに反応しますね。外観も本当スタイリッシュ、外観もすごく魅力的ですよ。このノートは、先代のノートは僕あんまりかっこいいと思わなかったけど、このノートはすごくかっこいい。色のセンスもいいし、なんつってもホイールがね、僕の好きな鉄筋ホイールだし、そのホイールキャップがね全然鉄筋ホイールを安っぽく感じさせない。こんなにうまい鉄筋ホイールのホイールキャップがあるんだと思うぐらい。燃費も良さそうですね。今日100キロぐらい走って21ぐらい出てます、燃費。値段はちょっとね、サングレードですけども、プロパイロットがつくのが一番上の X グレードらしいんですよね、だけらしいんで、それになんかプロパイロットナビと一緒になったようなやつ、なんかプラス40何万とかするんですよね。だから本体車両価格が218万ぐらいなんだけど、その上にオプション代が50万ぐらい乗っかってきて、もろもろついてね280万ぐらいになっちゃうのかな。だから結構高いですよね、コンパクトカーとしては。もう少しね足が日本向けに優しくしてくれてもいいかなと思う。なんか欧州車ってこう意識しすぎてかっちりした乗り味になってるような気がしますね。割とこういう車年配の人も乗るからね、僕ももう年配に入るんだけど、結構年配の人とか選ぶ人いるから、そういう人にはちょっと優しめの味付けがいいかなと思うけど、まあこういう若い人でねコンパクトカーを選ぶっていうのは、人はやっぱりスポーティーな走りを期待して買う人がいるから、そういう人に合わせてるかもしれないですね。ちょっと年次改良とかマイナーチェンジで日本向けにサスを優しめにしてもいいかなと思う。ちょっとしっとり感とか、まあふわっとする感じが乏しいですね、この車。僕はどっちかというとそういう味付けが好きだから、乗り心地とか乗り味で言ったらやっぱりフィットの方が好きですね。ヤリスもやっぱり固めの足なんですよね、欧州車意識したような。ヤリスは室内もちょっと狭めだしね。それではこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよければ見に来てください。失礼します。さよなら。